はい、いつもいつも、保護犬たちの楽園を支えていただきありがとうございます。ご支援をかなり前の動画を撮っておったんですが、一つの前のその動画を流し損ねたがゆえにバタバタしてね、でさっき前後がもうややこしくなったらダメやって思ってね、やっぱりあれ私のとか送ったやつが届いてないんかなとかね、そういう風に不安になられてもいけないかなと思って、それをずっと貯めてきてどうしようもないようになってました。それでね、普段は、あやごろの日常で、お礼の、あの動画をね、ちょっとショート動画を流させていただいてるんですが、今回メインチャンネルで、ちょっとつないで、お礼の、動画とさせていただこうと思ってのご挨拶です。だから縦動画になるんですよ。縦動画でポン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 と続いていくんで、それで、今回は、ご勘弁ください。本当にね、たくさんたくさんいただいて本当感謝してます。本当ね、ドッグフードと、おやつ、それと、ヤギミルクとかね、ミリオ君のねとかがをいただいてね、それで本当助かっております。本当ね、これからも本当にね、消耗品ってね、もう物価が上がって消耗品ってもうめっちゃくちゃいるんですよね。ほんでめっちゃくちゃ値段が上がってね、2割3割上がってるんですよね。物によっては倍ぐらいになってるやつがあるんですよ。円高の兼ね合いとかね、そんなんで、で円安はい、そんなんでね、もう本当に本当に頭悩ませる一つになっております。本当、これからも、ご支援の方よろしくお願いします。それでは、トトトと流れていく動画ですが、ご視聴ください。ありがとうございます。はい、ちょっと上下反対になっちゃったけど、ドッグフードこれ2ついただきました。それと向こうに、この缶詰とかそういうのとか、ペットシートとか、あとロングリードとかいただきました。ありがとうございます。はい、静岡のカンタロウっていう、うなぎの冷凍マンムスくん、すいません読めない、カンタロウちゃんですね。カンタロウちゃんいただきます。なんかね、このこれかば焼き、これいいですね。ありがとうございます。夏に、うわ嬉しいわ、2個。いやー、うなぎのこれおにぎり、これ楽しみですよ。これめっちゃ楽しみ。ありがとうございます。お礼遅れてまして申し訳ないです。ワセリンとアズノール送っていただきました。肉球とかね、あとお尻とかかぶれてるとか、ちょっと、動画やったかな、ライブやったかな、何かで、言ったら、元看護師さん、今看護師さん、看護師さんの方が送っていただきました。すごい助かります。またお待ちしております。古くなったらね使えないんで、またできれば厚かましいんですが、またよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。サメさん、サメの軟骨、いただきます。おやつですね。ちょっとね、ケンちゃんにもあげてと思います。ありがとうございます。缶詰もいろいろ送っていただいて、どちらさんと言いますと、いつも絵を送っていただいてる方です。で、キッシュいただきます。それとなんかこんな人、キッシュね、めっちゃ、あのね、めっちゃ嬉しいんですよ、キッシュ。
アキラと似てるとこあってね、うちの子にすごくずっとしたかったんですよね。で、これ見た途端にちょっと涙が出ました。ありがとうございます。ありがとうございます。みゆちゃんにですね、すみっこ暮らしの、これリュック？リュックや、あの、ショルダーバッグか、ショルダー、なんちゅうのあれ。ウエストポーチじゃないけど、斜めにかけるやつですよね。わからん。名前がわからん。ありがとうございます。ちょっと泣けました。ありがとうございます。きのこのエキスいただきました。ありがとうございます。ドッグランをね、たまに使っていただいてる方からいただきました。ありがとうございます。本当、いい方と巡り合いました。もうすごいうちとね、うちのことを気にかけていただいて、すごくよくしていただいてます。ありがとうございます。いっぱいいっぱい、ありがとうございます。最近涙ぼのなってきてる、もう犬たちのフードと、それはカレーとかいろいろいただきまして、のりたまかわいい、ご飯とかちょっと、いっぱいいっぱいありがとうございます。映ってるかな、ありがとうございます。はい、メンバーの方からメロンいただきました。ありがとうございます。はい、いただいたものをすべてご報告できず申し訳ないです。ささみいただきました。非常に助かります。ありがとうございます。ありがとうございます。可愛い贈り物やと思ったら、高級首輪です。コーチの首輪。ありがとうございます。ありがとうございます。犬たちにね、大量のドッグフード送っていただいて、なおかつ。取っていかれた悲しいんで、お供えさせていただきます。ありがとうございます。はい、前回ドッグフードも送っ
大量に送っていただいて、なおかつ、私たちのためにうなぎ、これ勤務かな、はい、ありがとうございます。送っていただいて、それと、ご仏前いただいてます。この後動画つなぎますんで、はい、ありがとうございます。本当なんて言っていいか、もう感謝ばかりです。ありがとうございます。はい、あきらに、ご仏前いただきました。はい、ありがとうございます。ちょっと息切れてますが、下から上に上がってきたんです。はい、ありがとうございます。はい、今日一日はね、ここにお供えさせていただこうと思っております。雨が降ってきたら、ちょっと、下げさせていただくんですが、夜になったら当然ね、なくなったら嫌なんで、下げさせていただきます。アキラもちろんなんですが、今までの、施設で、残念ながら亡くなった子たちの、子たちにも、いただいております。いつも本当にありがとうございます。はい、ドトールのコーヒーのセット、コーヒーゼリーとかアイスコーヒーですよねと、ゼリーいただきました。いつもありがとうございます。なんかすごそう、なんかこれみたらし団子、醤油屋が作ったみたらし団子、なんか超高級みたらし団子みたいですね。ありがとうございます。はい、ご支援ありがとうございます。K9 とで、人間たちの炭酸水、この微炭酸ですよね。はい、飲みやすくて水分補給にすごくいいです。ちょっとお高いんですが、僕大好きですね、この微炭酸。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。今度はね、お茶と、オレンジジュースいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。アキラの日ということで、お花いただきました。あまりにも大きいんで、正面に置き換えますが、動画撮ってる間ここっていう感じ で前に、慰霊碑に、お供えくださいいうことでご仏前いただいたんですが、それは袋だけ今も置かせていただいております。雨濡れへん位置でね、置かせていただいております。ありがとうございます。500円玉貯金もまだあります。これは糸ですけどね、糸ですけど、あとボールと、んでここに古文と、んでここにも古文がいけるんですね。はい、ありがとうございます。本当皆様には感謝をしております。ドクロードいただきました。本当ありがとうございます。あとアキラにもいろいろ届いております。また後で動画送ります。本当もうめっちゃありがたいです。皆さんありがとうございます。頑張ります。はい、めっちゃ嬉しい。ありがとうございます。いろいろ送っていただきました。食料ですよね。ありがとうございます。これ何ハーブティー、ありがとうございます。カモミールのね、カモミールうちも生えてるんやけどね、あや全然ね、そういうことしないからね、カモミールは見るだけで。ありがとうございます。農薬を使わずに育てた紅茶、ありがとうございます。それとお花いただきました。ありがとうございます。ドッグフードのご支援ありがとうございます。大ぐらいが多いんで、すごくすごく助かっております。今一番足らんのが、ほんまに悪戦苦闘でドッグフードです。ありがとうございます。
はい、二箱いただいてるんですが、一箱だけ、開けさせていただいて、メゾンでジビエいただきました。ありがとうございます。これお高いんですよ。お高いんですよ。ありがとうございます。はい、ささみいただきました。ありがとうございます。はい、飲料水いただきました。はい、助かります。夏場で助かります。ありがとうございます。はい、みりんちゃんの、元飼い主さん、もう本当にね、ずっと気にかけていただいて本当ありがとうございます。ハムいただきました。高木の分も2ついただきました。これ名前書いたんでね、ちょっと見せれないんで、ありがとうございます。ありがとうございます。ポテトの、保護主さんですね。ありがとうございます。それと、おやつ、おやつ、これ大事です。私大事です。はい、ありがとうございます。はーい。はい、みゆちゃんに、いただきました。ありがとうございます。カレーがない。なし、カレー。カレーがないですよ。なし、カレー。カレーはあるじゃないですか。でも、カレーはなし。ってことで。三重の友達がね、これから作って販売していこうって思ってるらしいです。カレーがない。なし、カレー。はい。ありがとうございます。開けてびっくり。赤菜が入ってた。久々の赤菜ちゃん。ありがとうございます。はい、炭酸水いただきます。なんか、北海道、こんなみんな初めて。これ、なんかすごい。なんかすごい。炭酸僕ね、結構飲むんですよ。結構飲むんですよ。ほんと嬉しい。ありがとうございます。はい、いろいろ、いろいろ送っていただきました。これ姉ちゃんいいかな。おやつ。それと、食べ物って食べ物じゃドッグフード、ドッグフード、ここに赤菜とで、ペットシートとトイレットペーパーと、これ高木になんかいただきました。服ありがとうございます。はい、いつもありがとうございます。高木とソフィーですね。で、僕とキッシュ、ありがとうございます。本当なんかね、最近ほんまに涙もろになってきて、こういうの見たらあかんねん、僕。ほんまに。で、箱がいろいろ書いてるんで、あれで。で、視聴者さん、ありがとうございます。はい、ホスティックセラピー3袋と、もう、ちょっといろいろあるんで、ありがとうございます。ドッグフード、ドッグフードいただきました。はい。ありがとうございます。はい、デビフの缶詰ですね。助かります。ありがとうございます。それと、おやつ。おやつがたくさん。ありがとうございます。それと、ありがとうございます。人間の食べ物。ヤギミルクも入ってました。ありがとうございます。ありがとうございます。くしろさんいただきました。ありがとうございます。それと、アガリクス、ドッグフードいただきました。ありがとうございます。はい、赤菜ドッグフードと、ヤギミルクいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ドッグフードいただきます。一番ありがたいですね、今ね。ほんとね、ドッグフード高くなって、すっごい経費がいるんですよ。ほんとに、ありがとうございます。ドッグフードいただきました。ありがとうございます。高級フルーツいただきました。岡山産の
シャインマスカットと静岡産のマスクメロンのペアです。これ最強フルーツですね、今の夏のね。ありがとうございます。ありがとうございます。アドムリーさんのご近在と、エゾシカジャーキ、ご視聴者様から送っていただきました。ありがとうございます。ドッグフードをいただきました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。開けて笑っちゃいました。ゴンちゃんとペアの椅子ですね。ありがとうございます。それとドッグフードいただきました。ありがとうございます。それとね、高木にちょっと送ってきてもらってるようです。今日の誕生日に。ありがとうございます。はい。それとドッグフードいただきました。ありがとうございます。はい。ヨーグルトいただきました。これは人間用ですよね。スムージーに溶かしてから人間用ですね。ありがとうございます。はい、クラウドファンディングでね、たくさんいただきました。皆様の、ご支援になりますね。クラウドファンディングでうちに送ってくださいっていう形の、申し込みでやられて、名前はね、言えないんですが、みりんちゃんのね、元飼い主さんもくださってます。ずーっとひいきにしていただいてね、気にかけていただいて、本当ありがとうございます。それとか、N 様、F 様、W 様、T 様、B 様、O 様、ありがとうございます。もう本当にみんな、もう本当にありがたいです。無双世紀とかね、もうありがとうございます。はい、93億円いただきました。ありがとうございます。はい、ささみ、12キロいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。キノコですね。はい、サプリメント。ありがとうございます。はい、一度に動画を撮らせていただきます。ドッグフード、ご支援ありがとうございます。はい。皆さん、ありがとうございます。ありがとうございます。アマゾンのギフトカード送っていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ドッグフードいただきました。本当助かります。ありがとうございます。ありがとうございます。釧路さん。本当ね、今釧路さん頼りになるんですよ。会見で。ありがとうございます。はい、まとめさせていただいて、動画を撮っております。ドッグフードありがとうございます。ほんとすごい助かります。赤菜、ブラックッドで、ホスティックセラピーですか。それと、ナイトロ、たくさんいただきました。はい。ありがとうございます。それと、釧路さん。釧路さんがね、ちょっとね、餌付けをやってるんで、釧路さんがかなり必要です。ジャーキーとね、エゾシカジャーキーとね、またよろしければ、ズーズーしいんですが、ほんと、よろしくお願いします。はい。本当に助かります。ありがとうございます。ありがとうございます。私の餌。22食セットありがとうございます。ありがとう、本当助かります。ありがとうございます。釧路さん、ありがとうございます。はい、釧路さん、いただきました。ありがとうございます。はい、アマゾンの、ギフトカードいただきました。ありがとうございます。これと、K9。いただきました。ありがとうございます。ドッグフードいただきました。
いつもいつもありがとうございます。はい、シニアサポートというドッグフードいただきました。だんだんうちも高年齢化してきたんで、ほんと助かります。ありがとうございます。はい、ご支援、エゾシカジャーキー、エゾジャーキー、ありがとうございます。それとですね、クラファン、皆さん、ありがとうございます。うちだけでこんだけなんで、この4倍、いただいてます。すごいですよ、これ。エゾシカジャーキー、エゾジャーキー。これ皆さんの、岡山と愛媛と三重に行ってると思います。また、ブログとかなんかで出てくると思うんで。ありがとうございます。頑張りまーす。はーい。